チャオ、皆さんこんにちは、ハングリーキャットです。今日はですね、購入品紹介をしていきたいと思います。あ、最近やっぱ目がね、右目がちゃんと開かなくて、奥舞台にするために変な瞬きしてるんですけど、癖になってきてます。はい、ボクシングデーに買ったものなので、12月29日にオーダーしたものになるんですけれども、バラバラに全部配送されてて、1個だけまだ入荷してないので届いてないんですけど、それ以外は揃ったので、珍しく爆買いって言ったら言い過ぎなんですけど、私にしてはいっぺんにたくさん買ったなぐらいなので、紹介していきたいと思います。私の大好きなセレクトショップ、アーバンアウトフィッターズさんで買いました。こんな感じ、布みたいなショッパーです。今回配送された時についてきたものではなく、店舗で昔買った時のショッパーになります。わざわざこれに入れたので紹介していきたいと思います。これ今回めっちゃ大変で、本当は一番最初に注文した日付が11月27日、まあ自分の誕生日なんですけど、ブラックフライデーっていう最初のセールの時に注文したんですけど、うまくいかなくてキャンセルになって、電話して、銀行にも電話して、最終的に12月26日にオーダーしたものが通ったっていう感じです。なんでだよって感じなんですけど、初めてですこんなの。今ロックダウン中でどこも開いてないので、うん、久しぶりに買い物したいなー、セールだしなーと思ってオンラインでオーダーしました。試着できないので、まあ、カナダは今空いてたとしても試着できませんっていう店舗がすっごく多いんですけど、ここのアーバンアウトフィッターズもそうなんですけど、そうなってくるとオンラインオーダーも同じだなということで、とりあえずオーダーしたもの1個目、コンバースの靴でございます。チャックテイラー、日本のものと違うというのをオーストラリアにいる時に聞いていて、やっと買いました。すごい、今ね外行かないんで靴いらないじゃんって感じなんですけど、あ、オーダーしました。ちょっと厚底でグレーですね。このね、色が好きで、でオンラインでオーダーするときってサイズがちょっと不安じゃないですか。なので自分の靴のサイズ見て買ったんですけど、これは私足デカ女なんで足も手もデカい。これ26センチって書いてある。本当 ?25.5 センチを買ったつもりなんですけど、まあはい、私の足が左の方が大きいんですよ。もうこれすごい嫌なんですけど、左に合わせて大きめを買って、中敷きを敷くのが一番いいかな。なんか新しい靴って気持ちがワクワクしますね。どこも行かないと。かわいい。これ今右足ですけど、ちょっと大きいかな、やっぱ右足だと。春になったら履こうと思います。なんか傷ついてるうん、今回セールで全部 20% オフで買ったんですけど、コンバースは75ドルの 20% オフで買いました。次、ディリッティッティッティリン。はぁ、かわいい。はい、テールラーベン関係のミニバックパックです。かわいい。私、大きいやつも持ってるんですけど、日本に置いてあって、ちょっとちっちゃいのと、この色合いがすごい好きで、買おうかなってこれも迷ってたんですけど、買っちゃいました。94ドルの20% オフで買いました。結構やっぱ関係高いですよね。アメリカだと US ドルのさ、強さがわかるよね。70ドル、ちっちゃいしいいですよね。まあどこも行かないんですけど次、はい、タンクトップ、緑、ちょっとお腹見える感じのミニなタンクトップでございます。ミディアムサイズで22ドル、安い。22ドルの 20% オフ。さらっと着れていいかなと思ったんですけど、まあうちでね、寒いんでこういうのは着ないんですけど、全部着ないこれはずっとトレーナーを探してたんですけど、なかなか見つからなくて、たまたまこのオンラインで見てた時に T シャツがあって、デザインがツボすぎてご購入しました。じゃん、ラルフローレンポロベアです。いや、ポロベアずっと欲しくて、本当に。で、しかもこれベレー帽かぶっててパリジェンヌって感じで、めっちゃ可愛いと思って買いました。あんまり在庫がなかったみたいで、ラージが最後の1個でした。最初ね、ミディアムとスモールしかないって書いてあって、でも欲しいからミディアムって思ってたんですけど、急にラージが出てきて、よしラージと思って買いました。はい、でこれも高かったな。こちら99ドル、もう100ドルですね。100ドルの 20% オフです。
やっぱり手触りがめちゃめちゃ良くて、こういうのを見てたらもう古着やめようって思いました。やっぱ新しいものいいですよね。これです、最後です。太陽と月のイヤリング、私の大好きなサン&ムーンです。でもちょっとこだわりが強い人なので、顔とか可愛くないと、可愛いってちょっとなんだろうな、自分の好きな顔とかがあって、そういうのじゃないと買わないんですけど、これはいい顔をしてたので買いました。で、これ22ドルの 20% オフです。でもね、これどうやってさ開けるのかが分かんなくて、付け方が分かんなくて一回も付けれてないんですけど、誰か分かる人教えてください。これどうやって開けるんですかね、ってな感じで今回は以上なんですけど、まだ届いてないのがカンゴールのバケットハットですね。あとジーンズも買ったんですけど、大きすぎて返却してきました。バギースタイルで、でもウエストがキュッてなっててすっごい可愛かったんですけど、本当にでかすぎて、あ、これダメだなっつって、交換できるって書いてあったんで交換したいんですけど、って言ったら交換はできませんって言われて、あ、じゃあ返却でっていうことで返却になりました。こっちの人たちやっぱ足長いから、下裾をねめくって履いてみましたけど、まあ、いけるっちゃいけるんだけど、大きいってことで、大きいの多いんで、自分のサイズのものも履こうと思って、今回は返してきました。一番最初にね、そのキャンセルになったって言ってたじゃないですか。その時にスリップドレスとか T シャツとかも頼んだんですけど、それもね、もう売り切れてしまって、その時点で。残念。まあ、結局ね、これ買って嬉しいんですけど、着てく場所ないんで、いつ着れるかなって感じではあるので、ちょっと微妙な心境なんですけど。でもね、こう見ると緑のもの多いんですよね、本当に。そのスウェットパンツも頼もうとしてた T シャツも全部緑なの。怖い。やっぱ緑好きなんだなって思いました。なんか合わせやすい緑。なんでだろう。なんでこんな緑ばっかり買うんだろう。怖いんだが。ちょっと着てみようかな、せっかくなんで。はい、まずタンクトップ夏って感じですね。はい、 T シャツですよ。すごい、やっぱり触り心地がめっちゃいいよ。もうちょっと大人っぽい服装になりたいなとか思うんですけど、結局 T シャツが好きすぎてダメですね。では本日もここまでご覧いただきまして、あなたの貴重な時間をありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ。